ママ、顎の先端にさくらんぼ生えてます。今回はね、集まれ動物の森の続きをやっていきます。皆さんこんばんは。今回はね、パロディじゃなくて普通にね、全員無色透で動画を撮っていこうと思います。久しぶりにね。集まりのシャープ5を覚えているか、みんな内容を。まあ、モーリスくんの服がメルボルンの家にあって、こいつらは恋仲だっていうことが発覚したんですけど、まあそれのね、対処法が見つかったんですよ。クローゼットをモーリスくん家に置けばいいんじゃないかと母親は考えたわけです。でもう一つ気づいたことがあって、メルボルンの家にもう一つクローゼットがあったんだよ。2つあったの。それを最近気づいたんだけど、ちょっと見てほしいんだよね。とりあえず見に行こう。外出してるメルボルンが、ちょっと待って、モーリスくん家に明かりがついてるとね、ビビるんだよ、中にメルボルンがいないか。毎回ビビる。まあモーリスくん家見ていこう。じゃあまあね、モーリスくんの部屋はね、こんな感じで今ね、収納スペースがないんだよね。いや、てか待って、今気づいたけどさ、ほぼハーハルがあげたもの飾ってくれてる。まあ今日はね、そんなことでね、君が自分の部屋にね、服を収納するようになったら、疑いは晴れて仲良くなれるんだよ、母親たちは。ね、見てるこっち。ちゃんと話聞いてくれてるじゃん。これもらって。じゃあとりあえずキュートなクローゼットあげよう。これってキュートなクローゼットじゃないか。お部屋の模様替えでもして置いてみようと。早速取り掛からなくちゃ。おじ。まあまず1個目ね、クローゼットチャレンジ2日目です。あ、モーリスくん家にいる。メルボルンまた外出てるな。いや、キュートなクローゼットが配置されてたら結構いいんだよね。頼むぞ。ダメだな、クローゼット全然置いてくれないんだよね、モーリスくん。なんでだろう、そういう設定なのかな。長い戦いになりそうなんだが。またなんか作ってんの。今作ってるのは段ボールシリーズだろ。どうせ当ててやるよ。やっぱな。うん、もうこいつ段ボールしか作らないから、本当に今日は M の日なんだな。モーリスくん、クローゼットチャレンジ2回目です。そろそろ置いてください、頼みます。ファッションケース、ファッションケースどう？ファッションケース良くない？アルくん、ありがとう。僕こういうの前から欲しかったんだ。親の模様替えでもして置いてみようと。早速取り掛からなくちゃ。おじ。モーリスくん、こないだも同じセリフ言ってたのに置いてくれないじゃん、ハールがあげたやつ。モーリスくん、クローゼットチャレンジ3日目です。メルボルンが全然家にいてくんないんだよな。ちょっとさ、パニートでさ、撮影してるからさ、ちょっとモーリスくん生きってさ、次何撮るって言ってくるようになったからね。めっちゃ調子乗ってるこいつ。君に会いたいなって思ってたところなんだ。おじ。試着室だったらどう？アルくん、ありがとう。僕こういうの前から欲しかったんだ。あ、いる、モーリスくん家にいる。3個あげてるよね、今んとこ。めっちゃ見られてる、モンペに。ちょっと3個あげてるから、1個ぐらいは配置しててくれ。頼む、モーリスくん。ダメだ。え、ダメかも。え、配置してくんないのかな。次何撮る。なんだか今日は君が来てくれるような気がしてたんだ。おじ。君がクローゼットを配置しない限り、ハワルは永遠に来るよ。え、ちょっと立ってよ。ちょっと立たなきゃあげれないんだよ、物が。立って、モーリスくん。モーリスくん、立ってくれ。立ってモーリスくん、立ってよ。立って、モーリスくん、立ってって。何の本読んでるの？クワガタ？クワガタ好きっぽいな。クワガタだね。カブト、あ、カマキリも書いてある。あ、立つ！立て！おい！立てよ！ねえ、鼻の穴から盛大に空気を吸うな！立って！うわー、また読み始めた！また同じページ読んでる！立ってくんない、モーリスくんが立ってくんないよ。無視してる、ハワルが横で泣いてんのに無視してる。立って、なあ、立てよ、なあ、見てるだろ。あ、立つか、立ってくれ、立って、お願いだ、頼む、立ってくれ。お前にどれくらい時間を割いてるか知ってるか、ハワルが。お前が一番時間を割いている、頼む、お願い、立ってくれ。どうやったら
つな。ねえ、ああまた読み始めた。ちょっと一回出るか。頼む、立っててくれ、頼む。マジで立って。あ、立ってる。あ、何、あ、え、この状態どうだっけ。ちょっと、え、立ち読みってあげれるっけ。あ、あげれる。これいらない。でっかいの飾らないっぽいから、小さいクーラーボックスだったらワンちゃん飾ってくれるんじゃないかなと思って取ってきたよ。クーラーボックスどうすか。ちゃんとお部屋のお片付けしてから飾ろうと。楽しみだな。おじおじ、ちゃんと飾ってくれよ。ハワル悲しいよ、あげたのになんか封印されてると。縦長のクローゼットは置いてくれないのかな。じゃあ横のなんかタンスみたいなのあげたらワンちゃん飾ってくれる説。この横のチェストとかは、これ作ってみるか。あ、モーリス家にいる。メルボちゃんは、あ、メルボちゃんいるじゃん。久しぶりだね、メルボちゃん。メルボちゃん、もうなんか頭のイカれた子みたいになっちゃってる。母親にはね、用があったのは奥のこれです。みんな覚えてるか、モーリスにあげたもの。とりあえず開けてみるぞ。中身はどんな感じかな、ちょっとだけ覗いてみよう。来るぞ。いや、なんかね、予想だとバスタオルと先祖はここに入ってる気がする。ちょっと行くよ。あ、バスタオル入ってた。え、でもさ、この感じだけ見るとさ、メルボちゃんの服だと思うじゃん。これ全部モーリスの服です。そうだね、やっぱ両方ともモーリスくんの私物が入ってる。ということはやっぱり自分家に設置してもらうしかないんだよな。クーラーボックスぐらい飾ってくれてもよくない？ちょっと頼む、マジで。クーラーもう本当に飾んないじゃんこいつ。どうしよう。ねえ、この動画ボツになっちゃう。君が置いてくれないと。ねえ、ちょっと頼む。これもらって。木製チェスト。ダメなのかな、置いてくんないのかな、これ。おい、うんこつけて外出るな、マジで。あ、なんだよ。あ、来てる。ちょっとやめろ、うんこつけて追いかけてくるな。やめろよ。おじおじっていう僕の口癖違う感じに変えたらどうなるかな。君はどう思う、おじおじ。そんなことは今どうでもいいんだよ。そんなことよりクローゼットを置いてくれよ、おじおじ。おじおじ頼む、置いてくれ。ちょっとおじおじ頼むよ、おじおじ。いたー、外かー。ね、お邪魔したい、お邪魔したい、モーリスくん、モーリスくん、お邪魔したい、お邪魔したいよ。ちょっとね、見て、モーリスくん、モーリスくん見て、こんなに入りたがってるよ、あれ。ちょっと鼻の匂いなんて嗅ぎやがって、マジで。鼻の匂い嗅ぐだよ。アワルの鼻だ。よし、来た。メルボちゃん、鼻を見てるのかい。アワルを見てくれ。アワル見てる、メルボちゃん。 ありがとうございます。え、なんかそろそろ良くない？え、絶対そろそろいいはず。頼む、マジで頼む。頼む。あ、はー、待って、来たー。やったー、やったー、やったやったやった、クローゼットだー。 R の念願の、念願の思いがこのタンスの中に詰まっている。めちゃくちゃ嬉しい、やっとタンスが受けた。いくぞー。やばいな、怖いな。当時をメルボルンのが入ってたら、行くぞ。頼むぞ、マジ。先祖とうんこであれ、マジで先祖とうんこであれ、頼む。どうしてだよ、どうしてなんだよ、メルボルン。なぜ君の服がこんな牛の部屋に。